上地流の歴史が約90年ぐらいになるわけですけど、まあ、その中で20年を、過ごすことができたということはとっても名誉なことだと思ってます。また願うくば道場の皆さんがですね、一日でも一年でも多くですね、健康で稽古を一緒にできたら、僕としてはもうそれが僕の夢であります。一日も多く皆さんと一緒に練習したい。はい、以上です。さあ、セリフ。上地流空手道という言葉がありますけれど、その道は決して一つではないというのが私の考えです。我々の協会名は沖縄上地流空手道協会ということで空手道とついてますが、そこで学び伝えるものは上地流空手術であります。つまり武術としての技使い、スピリット、そういったものを我々は学び継承していくということかと考えています。で、一人一人がその上地流空手術を真剣に学んで鍛錬修行して、そして日常の社会生活でそれを生かしていく、その生かすことこそが上地流空手道だと思っています。つまり100人の会員さんがいれば100通りの上地流空手道があってしかるべき、私はそう思っています。ですから皆さん、これからも鍛錬を修行を通じて楽しく稽古をしながら、皆さん一人一人の上地流空手道を、築いていきたい、行っていただきたいというふうに思っています。道は一本ならず、100人いれば100本の道がある、それが上地流空手だと思っています。これからもよろしくお願いします。